ラポルボリージャ鉄橋は、アルゼンチンのベルグラーの将軍鉄道の C-14、支線に存在する鉄橋である。座標は、波24度12分09秒整形66度24分52秒、波24.202623度整形66.414381度、-24.202623-66.414381。24. この鉄橋は鋼鉄製で、橋から橋までの長さは223.5メートル、地面からの高さは最高63メートル、総重量は1590トン。位置の標高は4200メートルであり、地球上で最も高い地点に存在する鉄道橋の一つと言われる。貨物輸送が中心の路線であるが、1970年代より、 アルゼンチン国鉄はこの鉄橋での滞在を含む観光旅客列車の運行を運上の列車の名前で開始した。この鉄橋は近くのサンアントニオザ山、そしてアンデス山脈を越えた先にあるチリの港町アントファガスタへ向かう鉄道工事の一環として著名な技師であるリチャード・モーリーの指導で作られた。建設計画の初期段階ではこの鉄橋の場所より1 8トル北の 地点を経由する案も検討されたが、最終的に長大な鉄橋をかけ距離を短縮する方法が選ばれた。完成するまでの建設工事では3名の労働者が犠牲となり、鉱山の墓地に葬られている。ありがとうございます。